さて、伝言板がね、また増えてるんですけど、多分ね、これ鉱石情報じゃないかなと思うんだよね。あったあったあった。神々ダンジョンの鉱石ありまふ。神々ダンジョンの改築第2弾が終わりました。鉱石にお困りの方はお待ちしております。おもりまふ。ということで、神々ダンジョンにもあって、フォロ草原にもあると。どこかで鉱石を。フォロ草原のどこかで鉱石入りの宝箱を見たんだけど、地下だったかな。と、あやかしの洞窟が鉱石の宝庫か。おお。この洞窟の奥底深くには鉱石が多いと聞く。私は運が悪いのか、一つも見つけられなかったよ。そういうパターンね。と、灼熱洞穴。鉱石を探している人へ。地下4階のどこかで見かけましたよ。でももうないかも。ん？どっち？あと大氷穴。鉱石が。お、鉱石って意外に行きやすい場所にあるもんだな。まあ僕には必要ないから捨てちゃったけど、マジか。拾いに行こう。石畳の迷宮。ここも？地上1階のどこかで鉱石を見つけた気がするんだけど、もしかすると気のせいかも。どっち？なんで曖昧なの？ちょっとみんな。で、以上か。ちょっとこれパパッと取ってきますね。鉱石集めてきました。これかな。これこれ、あやかしの洞窟の奥底深くには鉱石が多いと聞くっていうやつは、多分まだ行けないところだったのかなっていう感じでした。あと石畳の迷宮の鉱石のやつ、気のせいかもってやつも、多分ストーリーが進まないとちょっと見つけられないんじゃないかなっていう感じですかね。なので全部で神々ダンジョンで2個、ボロ草原で1個、灼熱洞穴で1個、大氷穴で2個見つけてます。全部で6個。すごい見つかった。あ、こっちじゃない。なのでまあお金貯めてね、お金がかかるから後々ね鍛えていこうと思ってます。で、そうそうそう気持ち悪い胴体をね、手に入れたので、ちょっと渡そう、おじさんに。よいしょ。あ、見つけてきたよ。今持っている部品扱っておこうか。うん。お願いします。扱って。おぉ。すごい。すごい、これ。ごちゃごちゃしてきたな。あ、ブーンっていってる。すごい。あと、1個だと思うんですよね、これ。楽しみ、ロボット。はい、というわけで、やっとね、ちょっとストーリーを進めていこうと思っていて、メンバーをね、変えていくんですけど、ちょっとニニちゃんね、ここでお別れします。ね、ちょっと街まで送ってきたから。というわけで、さよなら。ニニちゃん面白いから、まだ見せれてない、リフレッシュダンスとか戦闘中に使ってないと思うので、もうちょっとね、レベル上げをしたら、やっぱり使ってくれるのかな？よくわかんないけど。うん。また、入れる日が来ると思います。ジニちゃん、さよなら。ありがとう。また今度店に遊びに来てね。約束だからね。うん、はい、さよなら。で、4人目ね、どうしようかなと思って、ここじゃない。ロボットじゃない。トン君にね、もう一人、連れられる子がいたと思うんだけども、近いな。その子がね、どこにいるんだっけな。私多分一回も入れたことないかも。一回だけか。試しに入れてみて。あ、違う、おばあさんじゃない。おばあさん、旅に連れられないよ。
ここかな？わからん。これじゃないしな。これじゃない。あ、あ、あ、この子か。そんなに見つめられても。にゃー。もしかして連れて行ってほしいの？うにゃー。あ、ついてくる？優しいピエトロ。にゃー。じゃあいいよ、一緒に行こう。フォロで名前はあるの？もしなければ、ミミでいい？うん、かわいいネーミングセンス。ミミ。にゃー。よし、じゃあミミ、一番後ろからついてきてね。にゃー。耳がパーティーに加わった。あ、ついに猫が可愛いんですけど、すごいこの4人目についてくるの。だけどミミちゃんですね、ピエトロが勝手に名前をつけた。ミミちゃんがちょっとお尻ショットになっちゃうの。こっち向いて。あ、そう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 、いいねいいねいいね。ミミちゃんが仲間入りました。可愛い。強さはどうですか？あ、弱いですね。はい、ちょっとレベルも低いのか。HP もすごい低いな、これ怖っ。はい、というわけで特技で耳の祈りっていうのを持ってます。 TP1 しかないのでわかるかと思うんですが、わかんないか。耳の祈りっていうのがピエトロだけに効果を発揮するなんていうの、特技になって、ピエトロを全回復、 HP、MP、TP もかな、回復させる能力になるんですけど、それを使ってしまうと耳がもうここにトンクに帰っちゃうんですよね。そうなのでほぼほぼ役に立ちません。保険みたいな感じかな、リレイズ的な感じだと思っていてください。ただまあ多分あんま死なないと思うから、役目がないと思うので、もうマスコット的な感じで今回ね、ストーリーを続けね、進めていこう、この子を連れて。こういう子も結構いるんだよね、何にも役に立たないみたいなね。まあ可愛いからいっか。あ、あった、ネックレス。なんだかわかんない。すごい、ある。ありがとうございました、教えていただきまして。なんだろうなんだろう、鑑定しに行こう。鑑定して。大富豪が持ってたぐらいだし、いいやつなんじゃないかな。ネックレス。あ、女神の首飾り。女神のか。あ、そっか、ネックレスだから女性専用か。女神が身につけていたという品。おー、装備させたいけど今女子がいないな、ちょっと。まあいいや。というわけで次やっとねストーリーを進めていこうかなと思っているので、メンバーを変えます。新しいランク行くので。来ると本当に使えたよ、ありがとう。強かったよ。なんか魔法も強かったし、イカズチの杖持ってからもなんか物理も強くてさ、なんだすごかった。ああそうだそうだ、探索出してたんだ。あいい、大丈夫。マジかマジか、怪我しちゃった。ちょっと角刈りちゃんと見てた。あ、レベル上がったんだ。ちょっとちょっと、あ、肝心なことを忘れてました。2人ともヘトヘトなんですよ。ですからしばらく2人を休ませることにしました。そっかそっか、そう、こうやって探索失敗することもあるんですよね。怪我しちゃったりとか、こうヘトヘトになっちゃって、まあ、連続して探索出せなかったりとかっていうのなんだよね。あ、いい、大丈夫。ピエトロさん、私うっかり怪我したのことよ。とてもとても痛い痛い。もう角刈りが助けてくれた。おお、疲れたね、しばらくお休みするあるよ。ごめんよ、角刈り。ちょっと何があったんだい。私の不注意からミーシャに怪我をさせてしまいました。情けないことです。王子には申し訳ないのですが、私もミーシャもしばらくお休みさせていただきます。ああ、情けない。そんな責めないで。まあいいや、まあいいや。はい、だけで、なんだっけ、あ、そうそうそう、
クルトね、ありがとうクルト今まで。うん、おー、1615も増えるの。僕いたずらしてないじゃないか。これ同じだね、見るととね。もういいよ、さよなら。やめます。あ、なんかいいね、ピエトロボリス猫っていいね。なんかあれだ、ピエトロボリス猫猫でもいいかもね、パーティー。楽しくなってきた、やばい。雇います。というわけで次仲間にして進んでいくのは姉さんですね、ラウラですね。はい、雇います。おー、あたいもあんたと一緒にお父さん探してやるよ。あちこち旅をしていればお宝に巡り合うこともあるからね。はい、だけど姉さん連れて行きます。さて、どんなもんかな。レベルがちょっと低いんだけど、しょうがないな。まあ、全体的にあるのか、ちょっと課税と補助がいい感じ。あ、でも魔力があんまりないからな。メインっていう感じじゃないね、やっぱり。サポートでちょっとできたらいいかなって感じか。素早いな、すごい素早いな。148？ すごい。で、魔法がウィンドシュートとヒールウォーター、と必殺技も使えて、十文字切りね、乱れ打ち、狙い打ち。で、ラウラ姉さんはね、そう、弓使えるんですよね。あと、剣も使えるのか。剣も持てるし、弓も使えると。ほうほうほう。グラディウス、いいね。名前が。オッケー、あ、そうだ、あれどうなんだろう、強いかな。女神の首飾り、おー、すごくない。え、魔力めっちゃ上がるね、魔法刀。なんだこれは、すごい、めっちゃいい、めっちゃいいな、これはすごい。おー、パワーアップしたね。何、属性値も上がるのこれ、やばくないこれ。どういうこと、すごいんだけどこの首飾り。へえ、いい装備だ、やった。嬉しい。だけど鳥がね、ちょっとだいぶ空いてしまったので、まあ、何かというと、まあ、ガバスにはねデイモス教っていうものがあって、まあ、本拠地がねなんか山の方にあるとかなので、こっちの方探してみたらどうみたいな感じだったね。で、忘れちゃうからさ、ストーリーここまだ行ってないので、入ってみよう。デイモス教会へようこそ、素晴らしい恐怖を体験してください。よし、え、怖っ、すごいキョロキョロしてる。あ、これ、そこのいかにも幸せそうな子供よ、こちらに来てよく聞くがよい。僕？あの、僕のことですか？何時の幸せで恵まれた人生を悔い改める良い機会が今訪れたのだ。慌ててる。でも僕、急いでますから。おお、聞きましたか？哀れな子供よ。恐れ多くもデイモス様の教えを拒むとは。デイモス様、何とぞこの哀れな子供をお許しください。さて、あの哀れな子供を置いといて、さあ見なよ、説教の時間です。今日はデイモス様のいらっしゃる最高に恐ろしい日です。デイモス様、お姿を我らの前に。すごい、今ここに。なんでできた、あれがデイモス。ここに集いし者たちよ、我が教えに従うこと非常に嬉しく思うぞ。ほんとおじいさんとかさ、子供までいるね。では改めて我が教えを皆に伝えるとしよう。ん？ヘルファイア？おお。
あ、おじいさん、おじいさん。恐怖に怯えおののく、その叫びこそ幸いなり。この世にあって最も醜いもの、それは人の愛。愛される者がいる一方で、愛されぬ者がいる。この愛の不平等さが、何じらを不幸にするのだ。しかし恐怖は違う。イビルさんだ。怖っ。人は誰もが恐怖に怯える心を持っている。恐怖こそ平等だ。人々に恐怖を与えよ。人々よ、恐怖を進んで味わうがよい。その時初めて人は平等となり、充実した性を感じられるのだ。恐怖に祝福を。やばいなこれ。みなよさ、声高く唱えましょうぞ。恐るべきそのお名前を。おう。あ、おじいさん。おじいさん、恥ずかしい。我が教えに背く者に恐怖を、我が教えに従う者に恐怖を、世界に恐怖を振りまくのだ。はい、行っちゃいましたね。そういえばなんかガバスに俺の娘がさ、ハマっちゃってなんとかしてくれよみたいな人もいたよね。怖いわあれ。いや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 、いいですいいです。やばいやばい、ケケケとか言ってるし。私の魂はあなた様の、これ娘か。まあかっちょいいよな。え、ほんと？あの帽子どうなの？癖になるの。やばいやばい。だけどここから先に進めるんだけど、ちょっとそういうあれ、宿屋泊まってないので泊まっておこう。猫かわいい。でもレイモスクやばいな、あれな。レイモスク爆する。はい、泊まります。僕はナイトメア、人の夢に救うムマさん。ここはガバス。ギャンブルで心の欲望を満たし、デイモス教が心の貧しさを救う町さん。人間の夢はいつも安っぽいね。富と欲望を満たす夢なんて本当に安っぽいよね。でもそんな安っぽい欲望の夢がまた美味しい夢なんだよね。恐怖でその欲望をコントロールできるといいけどね。また変な人いたな。なんで？ちょっと装備整えてから行こうかな。レイモス教の教会に入った。恐怖を感じることで生きている気がするなんて僕にはよくわからない、うん、で、この仮面なんちゃったな。ガバスの宿屋に泊まったナイトメアが出てきた。変な夢だった。欲望とか恐怖とか言っていたけど、ガバスってそういうとこなのかな。うん、らしいよ。見極むのは忘れちゃうよ相変わらず。はい、お、怪しい。デイモスが出てきたことでここに行けるようになるので進んで行ってみよう。おう、デイモスの恐怖革命、恐怖と不安と快楽と夢。なんだか難しそうな本。やだな。おう、音楽戻るんだ。あ、宝箱、ホーリーライト。おう、なんだ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 。人なのか。
あ、幽霊城に行きなさるのかね。怖いわ。お気をつけて亡霊たちに取りつかれんようにな。ひょほほほ。ん、一ついいことを教えてやろうかな。幽霊城の中にある水色の扉、あれは開けんでもいいのじゃ。むしろ開けると困ることになる。ほー。もう一つ、死者の回廊と幽霊城の間の墓場、あそこの壁には秘密が隠されておる。ん、ある時壁が崩れるらしいのだよ。それがいつだかは私は知らんがな。ほー、なんかちょっとヒント、何者この人。デイモス教の人なのかな。なんか仮面みたいなかぶってないけどね。なんだろう。聖なる水。あ、これどんぐらい回復するの。聖なる水100か。いっぱい欲しいな。無音怖い。あ、なんだなんだ、やんだよ、怖いよ。なんだこの、いかにも仲間っぽくなりそうだけど、この顔はならないだろうっていう、この人は何？お、しなるボディ、響く、弦、弓、違う。弓って素晴らしい。安全な場所から獲物一撃、ビューン、バシュース、ズビ。たまらん武器だぜ。でも弓は狙いを定めないといけないから、攻撃するときは移動できないんだよな。あー、ほうほうほう。魔法みたいなもんか。お坊ちゃんは弓は使えないようだけど、お仲間に細かく指示するときは今言ったことを忘れないようにしな。ああ、そういうことか。何？いきなり。何だったんだろう。ちょっと見てみようかな。おお。楽しそう。弓の動きすごいね。まあ、行こう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 。ここからか。死者の回廊。なんかファンシーな音楽だけど大丈夫かな。楽しそうだけどね。子猫を連れてね。違う。おお、道案内担当死者。あ、死んでる。お、ミミックじゃんね。死者の回廊の住人、これみんな貧乏なり。マジか。侵入者を倒してお金を稼ごう。おい、お金、私もそんなないから大丈夫だよ。で、ミミック、ホイッスル。お、コール。幽霊船もいますな。あ、姉さん、姉さんよろしく。あれ、ちょっと、ちょっと強いかな。あ、ボリス、あ、違う違う、ボリス自由にやっていいよ。ファイヤーロール。なんかあれさ、ミミちゃんの右上のさ、あのあれ、なんか死んじゃったみたいな感じだけど大丈夫？トルネード。なんかあのイラストたちのなんか背景が大丈夫かな。え、また呼ぶ？来た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 。おー、かっこいいな声、姉さん。ソウルイーターか。おお、びっくりした。ちょっと今ね、本気で宝箱かと思った。で、左も、あ、こっちも行けるんだ。左と上が行ける。かっこいい。これかっこいいな。ごめん、髪の毛バカにして。いや、宝箱かと思うわ、これ。あー、すごい来る、すごい来る。やばいやばいやばい。こっちから行こうか。こっちから行ってみる。おー、雨降ってる。あ、行けない。あ、ワープかな、こっち。もしかして、泣きながらするな。回廊だから、これ結構さ、仕掛けじゃないけど、こうループみたいにするとこじゃない。おお、雷。雷好き。敵いっぱいいる。あ、また呼ぶ。おお、増え
たなこれは増えたな。火とか効くかな。ファイヤーボール。お、お化けさんそんな強くないの。ワールウィンド。お。おーすごい強っ。さすが。はい。いいねいいね。おおびっくりした。雷。振り付け出た。あー出た出た出た。やばい。あーよかった。混乱系多いな最近。すごい天気。あ、ミミちゃん、このちょびっとだけ上がるんだねいやいやいや、うわなんか可愛いモンスターいないかな。あ、こいつは帽子だ、帽子さんだ。完全にもう幽霊戦ですね。お、お姉さんいいね。死んじゃった。いいねいいね。あ、これは高、おお日村だ。1。魔法書？あ、調べられない。なんだろう。日村、久しぶり。かわいいよね、キノコさん。えらい打ち。お、強い強い。いいじゃんいいじゃん。でででああ、お花系ね。お花系か。これは普通のやつかな。悪魔の花かな。ウィンドシュー。お、なんか剣がないから拳でマンイーターか。天下。おお、あ、いいね。なかなかやっぱレベル高いせいかちょっといけるね。余裕だね。こっちいけて、まあ何もない。誰捕まえようかな。日村捕まえて料理したらちょっとダメかなまずそうだよね。こっちもいける。うーん、わからん。あっお尻だ顔見えない。何エルファンとか普通の。急にどうした。こんなこの場所似合わないのにねおー、いる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 じゃん。ん、立て札があるぞ。よいしょ。おー、ここはゴミ捨て場、空の宝箱しかありません。死者のカエルの清掃死者よりいろんな死者がいるな。ゴミ捨て場ゴミ捨て場にこんなゾウさんいるの。5 本当にお金が手に入らない。あ、スタンプ7番チェック用なスタミンカードにスタンプ押しちゃいますか。久々だな、スタンプ。どうだっけ。おお、よし、ビンゴー。リーチ、あと2個じゃん。すごーい。いいねいいね。ね、なんか楽しいねこの死者の回路こんな音楽ある、本当にいいのかな BGM これで。私が心配しちゃうわ。あ、こ本当に何もない。ゾウさん、ゾウさん捨て場だわどっか来たっけ。スタンプ捨てられてたのか待って、じゃああっち側に行こう。